ルキャピトールの走行経路大倍、1967年からの時速 200km 運転区間青黒、パリ・トゥールーズ間の TGV の走行経路青、LGV 大西洋線ルキャピトールは、フランス国鉄がパリのオステルリッツ駅とトゥールーズのマタビオ駅の間で運行していた列車である。1967年にフランスで、 初、世界では3番目の最高速度時速 200km での運転を開始した。リモージュ・ベネディクタン駅パリからレゾブレ、ビエルゾン、リモージュ、カオール、モントーバンなどを経由して、トゥールーズに至る全長 712.3km の路線が全通したのは1891年のことである。第二次世界大戦前まで、この区間における最速列車は、 夜行列車のバルセロナ休行であり、所要時間は8時間50分だった。中高列車はこれより、停車駅が多く、所要時間が長くなっていた。対戦後には、パリからトゥールーズ経由ニームへの中高休行列車が、運行を開始した。このうちパリ行きの一本は、トゥールーズパリ間の所要時間7時間35分を、達成した。ただし、パリ発の列車と、 パリ行きのもう一本の昼行列車は、同区間で8時間以上を要していた。一方、パリからボルドー経由スペイン方面への南急行と、ボルドー・トゥールーズ間の列車を乗り継ぐと7時間台での、到達が可能であった。1960年11月15日の、ダイヤ改正で、パリ・トゥールーズ間を7時間で結ぶ急行列車、ル・キャピトールが登場した。 所要時間の短縮のため、途中の停車駅は、リモージュ、ブリーブライコールガイアルド、カオール、モントーバンの4駅に絞られ、パリオステルリッツリモージュ間 400km は、無停車であった。パリ発、トゥールーズ発とも夕方に発車し、深夜に到着するダイヤであった。牽引機関車は、BB9200 型電気機関車、客車は、 デブ・イーノックス客車の一等車と荷物車、食堂車の編成であった。乗車には一等運賃の他8.5フランの特別料金が必要だった。1962年5月27日からは所要時間が15分短縮され6時間45分となった。この頃の最高速度は時速1 5 0トルだった。して、リュートランに保存されている。 当時の牽引機 BB92911967 年5月28日から、ル・キャピトールは、レゾブレビエルゾン間間で最高速度時速 200km での運転を始めた。時速 200km 以上での運転はフランスで、初、世界では、東海道新幹線、ドイツ国鉄のアウクスブルクミュンヘン間に次3、例目である。ただし、ドイツでは、 線路の摩耗が激しいために短期間で中止しており、長期間続いたものとしては、世界2例目、ヨーロッパでは初であった。時速 200km 運転のため、b b 9 2 0 0軽電気機関車のうち2両が、台車やパンタグラフを専用のものとし、最高速度を時速 250km に向上させられた。他に2両が予備として、 時速 200km 対応に改造された。客車は UIC 客車で台車がやはり時速 200km 対応のものと交換された。機関車と客車はポールエアツェンズのデザインによる赤を基調とした専用塗装が施された。新幹線や後の TGV 専用高速線とは異なり時速 200km 運転区間には 踏切があり、またプラットフォームに接した線路を高速で通過することもあった。この時のダイヤ改正で、パリ・トゥールーズ間の所要時間は45分、短縮され6時間となった。ただし、このうち時速 200km 運転を行ったことによる効果は5分のみであり、40分は他の区間での速度制限の緩和によるものである。 またパリリモージュ間 400km の所要時間は2時間54分で、表低速度は 137.8km に達した。1968年9月29日からは、パリ・トゥールーズを朝発射する1往復が増発され、1つの編成が1日1往復するようになった。1970年9月27日から、ル・キャピトールに往復は、T となった。 同時に主要客車はグランコンフォール客車に、また機関車は CC6500 系電気機関車に変更された。機関車と客車は灰色地にオレンジ色の帯で塗装されていた。1971年夏のダイヤ改正では新たにギエルバル、セルコット、サーキッツ、オルレアンの北間 46km の速度が時速 200km に引き上げられた。 これにより、ルキャピトールの所要時間は4分短縮され5時間56分となった。またこの頃にはルキャピトールを保管するためパリ・ブリーブ、カンなどに他の休行列車が運行された。これにはかつてルキャピトールに使用された UIC 客車が用いられた。1974年から75年の冬、ダイヤからはビエルゾンビル駅構内の通過速度の向上などにより、 所要時間が7分短縮され、5時間50分となった。これがルキャピトールの所要時間の最短記録となった。1975年には、午前のトゥールーズ港が、新たに、シャトールーに停車するようになり、所要時間が3分伸びた。1979年からは、夕方のパリ行も、同様に停車するようになった。1980年時点で、 パリ・トゥールーズ間の所要時間は6時間02分から08分であった。1980年代になると、航空機との競争により T モーは縮小を余儀なくされた。1982年5月23日からは、午前のトゥールーズ港と夕方のパリ行に2等車が連結されるようになり、T ではなくなった。2等客車には、古来イ客車が用いられた。 残る、午前のパリ行、夕方のトゥールーズ港も、1984年9月30日から2等車を連結することになり、T ではなくなった。同時に停車駅が増え、所要時間も伸びた。モントバン駅を発車するトゥールーズ行 TGV1990 年、パリトゥール間の LGV 大西洋線開業に、伴い、パリモンパルナス駅、トゥールーズマタビオ駅間に、 ボルドー経由の TGV が1日1往復運行されるようになった。ボルドー経由の距離は 824.4km と、ルキャピトールの走行路線より長いものの、所要時間は5時間06分であり、ルキャピトールはパリ・トゥールーズ間の最速列車ではなくなった。また直通 TGV は1往復のみだったが、他に、 パリ・ボルドー間の TGV と、ボルドー・トゥールーズ間の列車を乗り継いで5時間台で到達することも可能となった。1991年には、パリ・トゥールーズ間の直通 TGV がもう一往復増発されるのと引き換えに、ル・キャピトールは、午前のトゥールーズ行き、夕方のパリ行の一往復に削減された。他の一往復は、パリ・ブリーブ間に短縮され、列車名を、 キュレンヌと改めた。2004年11月からは、コライユテオズが、パリ・トゥールーズ間に運行されているが、ル・キャピトールという列車名は用いられていない。途中停車駅は一部列車を除き12駅である。1969年から、パリの国際鉄道連合に出向していた、山の内周一郎によれば、ル・キャピトールの時速200キロメートル運転の背景には、 日本の新幹線が世界初の時速 200km 以上での運転を行ったことがある。フランスの鉄道関係者は日本に先を越されたことにショックを受けていた。フランス国鉄にとって時速 200km 運転そのものは技術的に難しいことではなかったが新幹線のように高速運転に適した専用路線がなかった。そこで在来線の中から ルキャピトールのレゾブレビエルゾン館が選ばれ、時速 200km 運転を行った。しかしその効果は、わずかなものであり、山の内は、時速 200km 運転はむしろプライドのために、行われたと評している。フランスにおける本格的な高速鉄道は1981年の TGV を待たなければならなかった。ありがとうございます。